ダッシュで行こうぜ。どうも武田でございます。刻んでいこうぜ。肉屋のコロッケたわしに変えてみた。始まった。始まった。今年も一発目のロケです。だいぶ休んだね。だいぶ休みました。インフルエンサー失格。ぶっちゃけやっていいですか。多分俺ら一歩も走ってないでしょ。えぐい走ってないそんな言葉あるから。えぐい走ってない。えぐい走ってない。俺も今ねこれ前撮り撮る前に20分ぐらい今ちょろっと走ったんですよ。2時間42分で走った体じゃん10日も経ってないけど忘れちゃったの。1ヶ月前のように感じ激動だったからね。僕はね見事4キロ太りましたちょっとね顔がなんかふくよかになってる。丸くなんだよね僕と。よしき今回正月家族に全振りしちゃったんで一歩も走ってないということで、新年抜き打ち 50m トライアルやばいぞこれ。映像にしちゃいけないやつだと思う。何が恐ろしいって、新年一発目のロケはここだけど、先に目標動画多分上がってると思うんですけど、まだ見てない方ぜひ見てほしいんですが、どの口が言うって多分確かにね、出鼻くじかりすぎでしょ。まあまあ意識高いこと言ってると思うんだよね。いやー怖いなー。怖いね。約1週間の正月ブランクがあるので、じゃあ YOSHIKI はね企画でいろいろ 50m 今まで走ってきましたけれども、7秒台出てしまったら雪だるま作っております。僕が雪だるま作る条件、6秒出たらまずいっしょ。え、大丈夫？結構レベル高くね。50ペロッて走ってるまん5秒78とかでは。甘くないよ。なるほどね。よしきもさ出ちゃうからね普通に。はいはい、7秒なんて出るよ。気抜いたら余裕出る出る。まあでも尺的には雪だるま作りたい。まあでも全力で全力でやります。4キロ太ったって結構体的にはしんどいと思うんだよね。そうだね。ちょっと本当に未知。ワンちゃん本当に落ちる時は落ちるんで。そうだね。去年の俺の3キロも11分かかってるんで、この時期のね。ちょうど1年前です。こんぐらい陸上まで落ちる時は落ちるんで。正月って強いんだね。そう、正月は強い。強いね。正月は強い。早速やっていきましょう。やっていきましょう。ダッシュで行こうぜ。いけそう？確かに。はいはい。いける気しかしない。その休んだものがたまりバネになってる可能性が。言おうか言わないか迷ったんだけど、昨日新年一発目のガチウエイトしてきて、条件は最悪でもいける。怪我にだけ注意。すごいよ渋谷さん、この雪が。そう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 、山形もすごかったの。いろんな場所ちょっと泊まったんだけど、場所によってはマイナス12度とかって。やばやばくて、やっとちょっと暖かい東京帰れるわと思って帰ってきた。これわけわかんないから。本当に雨男ならぬ雪男になりそう。一応さ、何もしないね。うん、これあなたと着てる服が同じだったら怖くないですか。いや、それは怖い。嘘でしょ、嘘でしょ。すごいね。皆さん、今年も日よろしくお願いします。頑張れ。さあ、新年一発目、縁起がいいです。全集中。完璧。そうそうそう。おお、綺麗、いいじゃん。お、めちゃめちゃいい。本当に休んでた？シエさん、感覚どう？いや、6秒切ってんじゃないかな。じゃあタイム5秒87。よし！全然衰えてねえじゃん。そうなんだ。よかった、危ねえ。昨日の動画があるからさ。そう。ちなみにもうちょっと出そう。マジで？走ってない、練習してないから、肉離れ的なあれも避けたって感じか。抑えた感じは。なるほどね。よかった、本当よかった。ダッシュで行こうぜ。よしきさん、はい、プレッシャー。とはいえイージーでしょ。7秒だよ。7秒は出ないでしょさすがに。正月ブランクもあるけど、おね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 。最近ジョグシューで使ってて大丈夫大丈夫かなって感じ。俺レベルだとやっぱ短距離のスピードでこれ履いたからめっちゃ遅くなったとか、そんなのはね言い訳なんないぐらい。あとあれ、マラソン日本記録保持者の鈴木健吾君が見てますって言ってくださいましたよ。演技いいよ。いいスタート切れてる。すでにこれでマジガチのいいスタート切ろう。頼むよ。任して。頼むぞ。任して。俺ガチ検査するからね。分かった。本当にガチでいきます。はい。ガチ検査ってどういう意味だ。俺ガチ検査って言った今。ストップウォッチの音なんだけど、カメラ見ながらタイムをしてるので、みんなに聞こえてるやつちょっとずれてる。あといつも通り計測方法はタッチダウンです。はい。いけ、頑張れ。どう？絶対行ったと思う。絶対行った。絶対行った。タイム。はい。6秒71。
さあ、本当に安心する、ね、安心する、よかったってなる。雪だるま作りたくねえ、作りたくないよね。ちょっと俺もめんどくせえなと思ったもん、実は。これだけです。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。